けんよう、横瀬智成です。トラウマ映画劇場へようこそ。今回お届けするのは、あさこです。物語は2005年、閑静な住宅街、ごく普通の主婦として生活をしているあさこ。しかしその生活は、決して充実しているものとは言いませんでした。その生活の中で、くすぶる欲望はとどまることを知らず、次々と危険なジョージへと足を踏み入れてしまうんですね。監督は、佇むモンスター、さまよう魂などを手掛けた北田直俊監督。撮影当時、フィルム映画の時代からビデオテープカメラへと時代が移り変わる時代の変遷でございました。今となっては高画質なカメラ続々と出ておりますが、 24P ビデオテープカメラ、こちらも独特の雰囲気がございます。さあ、一人の主婦あさこ、一体どこに行き着いてしまうのでしょうか。2005年当時の混沌とした世相を味わいながら、じっくりとお楽しみください。